秋元市長は北海道の土屋副知事とともに金融庁を訪れ金融資産運用特区の認定を目指し企画書を提出しました。企画書は 札幌市や銅などが去年6月に発足した再生可能エネルギーによる脱炭素化と、実現に向けて世界中から投資の呼び込みを目指すチーム札幌北海道が作成しました。特区に認められると、税制面での優遇や行政手続きが簡略化されるため、国内外からの投資を集めやすくなります。国の特区選定は8月の予定です。 コンソーシアムを立ち上げて7ヶ月ちょうど、そういった中で、ップ申請、このスピード感ということについては、評価をいただいておりました。